タルチーには、イタリアの神経学者。1986年に、同僚のスタンリー公園と共に、神経成長因子及び、上皮細胞成長因子の発見の功績で、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。イタリアトリノのセファルディムの家庭に生まれる。学歴は妻や母親となるのに邪魔になるだろうと信じた、父親の反対を押し切り1930年に、 鳥の大学に入学、組織学者、ジュゼッペ・レイビの下で医学を学び、1936年に卒業した。しかし、彼女の学術的な経歴は、学術的職業からユダヤ人を追放するという1938年のムッソリーニの人種政策によって遮られた。第二次世界大戦の間は、レイビと共にベルギーに移住。彼女は自宅で実験をし、 彼女の後の研究の多くの基礎を築いた日この退治中の神経繊維の成長の研究を行った。1947年、彼女はアメリカセントルイスワシントン大学動物学部の招待を受け入れ、ビクター・ハンブルガー教授の下で彼女の研究で最も重要な研究を行った。神経成長因子の分離である。1958年には聖教授となり、 1962年には、ローマで調査チームを設立。それ以降は、ローマとセントルイスの2カ所を本拠に研究生活を送った。1961年から1969年まで、ローマにある CNR 神経生物学研究所を、1969年から1971年まで、細胞生物学研究所をそれぞれ指導した。 2012年12月30日、ローマ市内の自宅で死去。103歳没。存命しているノーベル賞受賞者の中で最高齢だった。また彼女は5万人未満というイタリアのユダヤ人コミュニティから出た4人目のノーベル賞受賞者であった。前の3人はエミリオ・セグレ、サルバドール・ルリア、フランコ・モディリアーニ。ありがとうございます。